山に対しては高橋海星19歳。さあこちら増田が行く。ターンオーバーになりました。そしてサーディラベナ、ラベナ、ラベナのダブルクラッチ。はい、確かに昨日も第1クォーター川崎がリードする展開でしたが、ここもダブルクラッチ。サーディラベナキックスどうするか。スリーポイントを狙ってきました。リバウンド拾って、そしてダンク。さあここミスマッチになっている。ラベナフェイントを入れて、ラベナ、ラベナのドライブ、これが入りました。さあ1点差。佐々木からキックス、キックス、そしてサーディラベナのジャンパー、これが決まった。タイムアウト、タイムアウト、3エンド同点。タイムアウトでしょ。